主さん、ちょっとお願い。彼の出立を祈祷しようか。すぐ帰ってくるから不要かな。 じゃーん新ち登場ってね今度も強いよお知らせでーす担当完了新しい仲間が来たんだってアイドルって俺のことあ隊員か。 よーし、俺が今日から隊長でーす。手間かけてもらってるよな、俺。ますます可愛くなりました。俺って、愛されキャラさ 怖くないから言うこと聞いてよ。子供扱い、じゃないんだよな。ありがとう。俺、子供じゃないからな。この王たちが目に入らぬか子供扱いしてると痛い目見るよ。 だから。俺も寝る。抱きついて寝る。うん、装備品って綺麗だよね。はい、これ。さっきできたやつ。来た来た来たー 任務完了成績どうかないろいろ売ってるね。あ、これ俺欲しい。模様替えか。わかった。行ってくるね。遠征部隊が帰ってきたんだって。えへ、え。 戻ったよまずは偵察訓練いいよね死なないしと、と、とトト んじゃ、出陣。まずは偵察。 じゃあ、戦いますかねトト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 トフつけたっと。 まずは偵察んじゃ戦いますかねとりゃあおとりゃ へへへボスミっけまずは偵察んじゃ戦いますかね とりゃへへへ、<laughs> やるじゃん。でも…無いだ、俺は。すげえんだからね <laughs> じゃーん、ここが真内の見せ場ってね。じゃーん、ここが真内の見せ場ってね。 <laughs> 心配するのはいいから手入れしてくれよ手入れすれば治るよ慌てすぎだって俺修復の時にホタルが集まってくるからホタルマルなんだよね ホタルが傷口にいっぱい集まってるとちょっといいよねまあ肉食らしいんだけどホタル丸水産阿蘇の霊力を浴びてしっかり強くなってきたよ真打が来たからには主さんも安心してよね